はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト2続きをやっていきたいと思います。前回旅の扉に入ってちょっとよくわからず、進んでいったらベラヌールの町に来たんですけれども、今回は竜王の城を探索したいんでラダトームに戻りましょう。しかも間一つ空いてるね。でラダトームに行ったら寝ましょう。で、竜王の城を探索すると、で竜王の城にはね、確かねロトの剣がねあった気がするんすよ。でロトの剣をねミックスに装備させるっていうのもいいんですけれども、やっぱりねちょっと火力の低い手下に装備させるっていう方向がいいと思うんで、確かあったと思う。行けば思い出すかな。そもそもね敵が強かったからね。出た、これはどうしよう。グレムリン、ゴーゴンヘッド、ギラバギでどこまで減らすことができるか。13、22、あ、ヒットポイントは低そうだな。おお、だからミックスがちょっと防具がまだ揃ってないからね、わりかしダメージを食らう。いきなり敵が強くなったよな、本当にインフレが激しいな。これは倒せる。バシリスクってさ、しかもさっきのベラヌール付近で出てきてたよね。まあ、今回ドラクエ2はダンジョン全体がね見渡せるんでそれはいいんですけれども、サーベルウルフか。手下、これで左は倒せるはず。ミックス無理か。サーベルウルフの方が早かったね。ミイラ男もねめちゃくちゃ攻撃力高いからね、3人がかりでやらないと倒せないか。これはミックス回復させよう。薬草が1個しかない。雨露の糸とか預けてくればよかったな。であそこに入ってるのがねロトの剣だったと思うんだけど。出たー、ミイラ男。確実にミイラ男を始末するか。一体バキでね30ダメージ入ってくれるやつがいれば、平均的だったね。うわ、これはこれできつい。いやーやばいな、どうする。グレムリンじゃなくてミイラ男で手下は攻撃しよう。でベホイミでミックスだな。数を減らしたい。倒した、よし、こいつも倒した。 OK、 あとは3人でタコ殴りにする。グレムリンの方が早いのか。ミックスのな素早さがちょっと遅くなってきたね。まあ、遅くなってきたっていうか敵が速くなっただけなんだけど、下っ端にも使っておこう。死亡者が出るとね生き返らせらんないかんね。サーベルウルフは確実にミックスで始末しよう。よし早い。うお、下っ端めちゃ食らうわ。もう一回薬草使うか。49がマックスなのか、ちょっと低いよなやっぱり。ミイラ男、ゴーゴンヘッドはキラとバギでいこう。でマジックパワーが枯渇したらこれはもう帰ろう。リネミト分とルーラ分のマジックパワーしかなくなったら帰ろう。よし、ナイスだ。これはでかい。今回一応ノーダメージだよね。でどっちだ。まあ近い方からいくか。サーベルウルフ、これはサーベルウルフを確実に倒そう。ギラを放って手下が攻撃して倒せる。ミックスも倒せる。
となっては下っ端の攻撃力もそこそこ強いからな。ギラよりは攻撃の方が強いか、一体だったら。で、回復できるときに回復しておこう。あれ、これってさ、もしかしてループの場所ってわけではない。下に降りるか。どっちだっけな、全然わからんわ。ミラ男、ギラとバギで行くかと思ったけど攻撃をしてしまったよ。2回食らうよね。おお、三河氏の服結構いいね。まあ回避率はね上がるみたいですね。やっぱり倒せないか。これはぶん殴って大丈夫でしょう。全員微妙に減ってる。いや違う、下っ端は減ってないんだ。ミックスと手下を回復させましょう。祈りの指輪はね、やっぱりまだ使いたくないからね、なんだかんだで、ね、で、なんかこれさ、進んでそうだよね。進んでるな。え、どうする。やっぱりね、ロトの剣が欲しいんだよ、戻ろう。まあただこれは進むルートだっていうのが分かっただけでもよしとして、あの宝箱は欲しい。じゃあ登るか。あー、このルートだね。ドラクエ1でもそうだったよね。ただ全然敵が出ないな。よしよしよし、来た。ロトの剣だったよね。あ、そうそうそう、ロトの剣やったぜ。勇者ロトの伝説の剣って言っても、まあ最強の剣じゃないんですけど、攻撃力は上がる。ただ手下もね装備できるからね、下っ端はさすがに無理なんですけど、これは手下に渡そう。丁寧に扱いよ、ロトの剣。本当は俺が装備するはずだったものを、この優しい俺様が手下のために、手下に働いてもらうためにロトの剣を渡したんだから。いや、マジ敵出ないね、ただ。ゴーゴンヘッドはな、バギで倒せる可能性があるからな。手下何してんのお前マジでさ、宝の持ち腐れだな。なりほう、寝たー。これはギラとバギでいくか。じゃあ全体的にダメージを与えておこう。31で死んでったね今。あぶね、火を吐かれるのが一番嫌なんだよね。手下31、結構強いね。ミックスとそう変わりない攻撃力になってきた。さらにレベルアップ。手下いいね、乗ってるね手下。おお、ベホイミ覚えた。と言ってもベホイミを頻繁に使うわけじゃないんだけどね、まだ。まあただそれでも一気に窮地を脱出できるからな。いいね手下強いね。グレムリンもやっぱ強いな。このターンで片付けたい。手下が倒せれば、おおいどういうことよマジで。やばい、13食らったら死んだ。これはもう帰るしかない。とりあえずロトの剣というものを手に入れただけでもよしとしよう。いや割と死ぬな、リネミト。でまたもう一歩も動きたくない。いや、やっぱりこれはミックスに何か防具を買ってあげるべきだね。いくらある、4000円か。ただ生き返らせると4000円切るからな。2500とか。しかもさ、またくさ、こいつじゃないんだって毎回間違えるな。生き返らせる。95円に上がってる。レベルが上がったからか。
ありがとうございます。てかこのさ、教会の人も蘇らせることができるんだったらさ、あのムーンブルクの城の兵士とかも蘇らせてあげればよかったのに。謎だよね。イベントによってはさ、ザオリキが効かないとかあるからね。売りに来たと。とりあえずなんかいらなそうなのは売ろう。鉄の槍確実にいらないな、もう。下っ端は特になしか。雨露の糸をね、預けたいんだよね。預けるところってなかったっけ、ここ。とりあえず薬草を2つ買おう、ミックスに。あとは手下も薬草がなくなったね。まあ、2つずつでいいかな。で、下っ端は4つ持っておくか。で、4000いくらで何が買える？鉄兜とか買えるのか。67。三河市の服でも10上がるからね。1800円だったら全然三河市の服の方がコスパがいいね。全員三河市の服か。まあ、買わしてくれるんだったらそれでもいいわ。持ち物がいっぱいとか。とりあえず手下に渡しとこう。ほらよ、手下とか言ってひでえなだから雨露の糸が いらないんだよ。これちょっとこいつに預けとこう。で、三河市の服を装備して、よし、防御力が10上がればだいぶ違うでしょう。鋼の鎧は売ろう。で、また竜王の城攻略戦に行きましょう。ほんとここ攻略するのに苦戦してるな。最初の道は一本道なんで、ドラゴンフライとか。またあ、間違えた。あ、強い強い強い。いいね、手下すげえ役立つわ。で、下っ端がレベル上がりそうだったんだっけ。ミックスももう次で上がるよね。いいねいいね、ヒットポイント、マジックパワー両方上がった。これさ、急成長するときが必ずあるね、謎の急成長。いや、強い強い強い。だいぶ楽になったな。でも怒涛の剣を手に入れただけでも力上がって、素早さも上がって、ヒットポイントも上がった。よしよしよし。ただ身の守りっていうのはそんなに急激には上がんないね。まあこれでダメージを稼いで、ミックスと手下、こいつも大丈夫でしょう。よしよしよし。火の息は痛い。しかもラリフォーかよ。ここで寝るな。よく寝るな、お前は。下っ端もちょっと攻撃に入るか。手下のさ、このミスの多さ何なの。下っ端を回復させて、ミックスはどうしようかな。53あれば大丈夫か。とにかくね、死ぬっていうことがかなり嫌なんで、世界樹の葉でも取ってくれよかったかな。おお、ゴゴンヘッド。これはギラとバギでいこう、数が多いんで。で、ヒットポイント自体は低いはず。このギラが決まってくれれば OK。 打ち漏らしを倒す。ゴーゴンヘッド、あれだね、防御力が高いんだね。で、これもそのまんま外側から行って、グレムリンとミイラ男か。グレムリンは火を吐いてくるからね、倒しておきたいんだよな。そうするとこうか。ダメ、グレムリン倒せなかったか。見積もりが甘かった。でミックスがちょっとまずいね。下、ミックス、グレムリンだな。手下でベホイミ、ラリフォーで眠らせておくっていうのもありだったかな。ミイラ男、ミイラ男とか寝るのこれもともとずっと寝てたよね、多分ミイラだから。そろそろな、ギラの火力じゃきつくなってきたな。
こうやってまた金が増えていくのか。鉄兜めちゃ高えな。てか兜って初めてじゃない？今思ったけど。まずはグレムリンから排除していこう。手下、いいね。手下のヒットポイントがちょっとまずい。薬草使おう。63で、これ左にもそういえば階段あったよね。どうしようかな、左行ってみようか。これはギラとバギを唱えよう。ゴーゴンヘッドは確実に2体始末しましょう。お、よしよしよし、ギラになっちゃったけどね。手下はもう攻撃の方が強いからな、単体だったら。このさ、うわ、いきなりかよ。ちょっと待って、しかもさ、ラリフォとかひどすぎでしょ。いや超ずるいわこれ。バギでゴーゴンヘッド2人倒したい。15、しかもマヌーサとかかなりやばいな。ホイミ、どうするこれは。グレムリン2体いるからね。手下が目を覚ました。うおー、ホイミで回復してくるね。出たー、火の息。これが結構きついんだよな。もうちょっとマジックパワーめちゃ使うけど、しょうがない。ここはようやく目を覚ましたか。まずはグレムリンを倒そう。で、攻撃でなんとかなるでしょう。よし。いや、きつかったわ。どうするこれ。薬草1個ずつ使う。で、こいつの薬草も終わって、下っ端がな微妙なんだよね。いや、ちょっと下っ端死ぬの怖いから全開にしておこう。で、こっちの階段に行ってみましょう。あ、すぐここに出てくるの。早くね。あ、こっちの方が全然早かったわ。出たー。もう嫌だこのグレムリンとかさ、結構強いんだよね。そりゃさ、ムーンブルクのさ兵士やられるわ。結局誰も倒せない。ホイミー、よし、ホイミをかけられたやつを倒したか。ってかこいつのマヌーサも何なんだ。でした。効かなかったとか、マジですか。1、いや、頼れるべきは手下だな。かなり役立ってくれる、いい手下を持った。てかグレムリンがさ、ほんと強えんだけど。でもうバギで行こう。効かないのかい。会心の一撃、火の息。そうか、火の息で下っ端がさっきちょっと減ったんだったな。やばい。どうする。これは攻撃、攻撃の、こいつ眠らせるかな。ミラ男、寝てろ。効かない。え、倒せないのグレムリン、マジか。ちょっと待ってね、20か。一発は耐えきれるな。意外にグレムリンが強い。いける、まだいける。これはね、先制攻撃で倒せる。よし。手下にはベホイミ唱えるか。布の服とか。マジでそんなもん装備してたの、ミイラ男。実は包帯の下には布の服は装備していたっていうね、衝撃の事実だな。で、下っ端は薬草でいいでしょう。マックスには回復しなかったか。でもまあこれでいこう。
で、ここも下るのかな。ミイラ男軍団眠らそう、寝ろ。いやこれ絶対効かないわ。4人いて全員ミスってことは絶対効かない。マヌーサの方がいいのかな。そうするとちょっと待って、下っ端まずくないか。マヌーサしよう。よしよしよし、あとはどれだけの精度かだよね。マヌーサが全然食らうんだけど魔導士の杖で、まあ、ちょっとでも減らしておくか。おお倒した。おおいいねいいねいいね。下っ端はちょっと危なかったからな。さレベルアップでしたか。力素早さ身の守りヒットポイントマジックポイントと、まあ、まんべんなく上がった感じですね。で竜王の間に出てきたけどバリアがあるね。あ鍵がある。あ待って宝箱がある。これバリアいけんの。ちょっと待って、行きたい。いくつ減る。95、80。すんげえ変だけど。え待って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 、手下まずいなこれ。これしかもさ3人分回復させなきゃいけないじゃん。で敵が出てきたらさ、それ用のあれも取っとかなきゃいけないからね。一歩回復するごとにじゃなくて一歩歩くごとに全員ホイミで回復させる、それくらいの意気込みが必要だな。ちょもう一歩いけるか。いやめんどくさいな、めんどくさいけどしょうがない。2回回復させて全開にして、これさ帰りのマジックパワーが持たないね。53全開で12ホイ開けた。うわやばい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 、これもベホイミで一気に回復しよう。てかさホイミ2回だったらさベホイミ1回の方が良かったね。で王女がねもう1回食らうんだよね。でホイミの、いやマジックパワーがめちゃ枯渇してるわ。下っ端もか。えこれ宝箱取ったら1回帰ろうかな161円、微妙。おお1000円やったやったやった。鋼の鎧売ろう。お力の種悪くはない、まあ、確かに悪くはない。6400円まで跳ね上がったかな。ただなこれ帰って竜王のところまで行くっていうのは無理だから、もうリレミトで脱出して、ラダトームまで行って、でもしさ鋼の鎧売って8000ゴールドになるとドラゴンキラーとか8000円だったよね。いやドラゴンキラーを買うのもありだな。まず寝よう。今自分武器何装備してんだっけ。鋼の剣かで、ちょっと待って、ね、薬草は薬草で調達しておきたいから、待って待って待って、売るのが先だな。道具がちょっと、布の服、鋼の鎧も売って、力の種はちょっと取っておくか。で買いに来た薬草はちょっと2つずつ持っておこう。でいい加減いらないのやっぱ預けよう。ここ預けらんないけどルプガナに行けば預けられるんで、ルーラなんてね1しか使わないんでマジックパワーで。王女は4つ持っておきますか、薬草で。ちょっとルーラでルプガナに行って、てか竜王の城攻略すんのにすーげえ時間かかってんな。まあ、それだけね収穫も多かったですけど、ロトの剣とかね。でまず預けると道具で、風のマントもういらないんで預けるでしょ。で力の種も預けておきましょう。でこいつの分はもういいか。じゃあお金じゃなくて道具で雨露の糸は今いらない。で人を変えるときにはね一回一回キャンセルしないといけないからね、福引券も預けておこう。よしこれでさらによ
ベラヌールに行って、そこからドラゴンキラー8000円だって邪魔だこいつマジで。何なんだ俺のドラゴンキラーを邪魔するな。8000円、115めちゃ上がるね。よしよしよし、鋼の剣を売ろう。鋼の剣を売ってドラゴンキラー、よしよしよし、かっこいいねドラゴンキラー。さてそこからまたラダトーンに移動して、何度目これ竜王の城攻略戦3回目。徐々に徐々に攻略していってるけど、まあ、ただだいぶ装備は整ったよね。初めて来た時に比べれば。ゴーゴンヘッドはもう3体確実に倒そう。でバギ3人倒してくれ。よしよしよし、ドラゴンキラー52一発、さすがだドラゴンキラー。21レベル、キメラの翼、そんないっぱいキメラの翼いらないけどね。これどうする。ミイラ男だね。でこうだな、ミイラ男を確実に倒して、こうゴーゴンヘッドってそんなに攻撃力高くなかったからね。いや強い、ドラゴンキラーマジ強い。これはゴーゴンヘッドですら倒せるんじゃないか、そんな期待感を覚えるけど。おおいいね、やっぱりね一歩先の武器を装備してるっていうのはかなりのアドバンテージだよね。グレムリンの方が危険かな、これは。でミックスと手下いいですね。下っ端がちょっと減ってる。ドラゴンキラー、まあ下っ端には薬草を使ってあげましょう。14レベル、まあ、一応力が上がって、まあ、マジックパワーがねわりかし増えてくれるのは本当にありがたい。ただね攻撃魔法がねちょっと少ないんだよね、バリエーションが。うお出た、このさいきなりダリホーもきつい。いやーこれどうする、逃げるか。無理だよ逃げよう。おー危ない、逃げることも時には必要だ。ミイラ男じゃなくてグレムリンから行くか。せめてなー、もう一段階攻撃魔法を挟んでくれればいいんだけどね。手下はもう次ベギラマ覚えたら終わりだからね。まあ、ベギラマも結構強い気がしたんだけど、下っ端は下っ端で魔導士の杖を使おう。これで確実に倒せると。よしよしよし、でこれは左から回り込みましょう。その方が楽だっていうのが分かったんで。バシリスクなんかもうただのカスだよこいつ。お宝箱、聖水とか何で持ってるんだ。でこっちから行って、でもうあのダメージゾーンはね通らなくていいんで、それは楽かな。これどうしよう、確実に2体倒しておくか、バギとギラで。お倒した、いいね。まあちょっとギラが無駄になっちゃったけど、おおミイラ男残ったか。ただこの魔導士の杖で右は
排除完了と。でこうやってる間に多分ちょっと待って、サーベルウルフはバギーで倒せるかな一発で。よし、火の息。まあ金の方も溜まってくると思うんで、ここの攻略戦が終わったら鉄兜を買いましょうか。3000円くらい貯まるでしょう。もう1600円だからね。貯まるか。薬草1個ずつ使おう。でさらに手下の薬草を使って、わりかしねやっぱり出現率高いからね。もう効かなかった。このラリフォー、いやー厳しい。ただこれは魔導士の杖2人入れば倒せるよね。効かないんだけど。いやーなんかなんだっけ、なんかラリフォー効かなくなるみたいなやつ、これ買っといた方がいいね。まあ、この先もラリフォーを唱えてくるやつがいたかどうかって言われたらちょっと分かんないけど、バギーで一掃できれば助かる。12は無理だね。ミイラ男はさ下っ端で倒せるよね。下っ端でも19とか結構攻撃力高いね。いつの間にそんな強くなったんだ。でまた竜王の間に来たんで、こっから先バリアゾーンはないよね。いやあそこきつかったな本当に。痛い痛い痛い。毒の沼地はある。よく来たミックスよ。わしが王の中の王、竜王のひ孫じゃ。最近ハーゴンとかいうものが偉そうな顔をして幅を利かせていると聞く。実に不愉快じゃ。もしわしに代わってハーゴンを倒してくれるならいいことを教えるがどうじゃ。まあいいよ、方法をやってくれるか。では5つの紋章を集めよ。さすれば精霊の守りが得られるという。かつてメルキドと呼ばれた町の南の海に小さな島があるはず。もう行ったんだけどそこ。まずそこへ行け。その島はこの城からまっすぐ南へ進めばたどり着けるはずじゃ。紋章を集め精霊の力を借りなければハーゴンは倒せまいぞ。てかさ、お前一緒に来てくれよ。竜王のひ孫ってもともとわしの代わりにって言ってんだからさ、倒そうとしてたんでしょ。そうか、いやか、お前は意外と心の狭いやつだな。ではもう何も言わぬ、行くがよい。別に情報さえ知ってればどうでもいいんで。でまあ寝よう。結局鉄兜分たまんなかったね。2000円しかない。まあ竜王のね城自体はね本当物語には影響はないんで行かなくてもいいところではあったんですけど、だいぶね味方が強くなったのと、ロトの剣を手に入れることができたんで。これどっちだっけ。ウミウシとか出てくるんだ。海での戦闘初めて。そういえばおお、すげえウミウシ逃げてったんだけど、まあいいか。でそう、結局旅の扉があっただけだよね。どうする。しかもベラヌールとのさ間にさ町が1個あるよね。ただね金の鍵がねないとね結構行動できないから、まずは船に乗ってドラゴンフライはミックスで倒せるかな。会心の一撃、
20とか攻撃力は高えんだな。さて船に乗ってこのままずっとね西に行くんですよ。で世界樹の葉は東にあるって言ってたんだけど、確かねこれね西からね回ってった方が早かった気がするけど、しびれクラゲ、ここら辺の敵の強さがいまいちわからん。まあこれで倒せるか。甘い息とかちょっとめんどくさいな。手下で海牛には魔導士の杖で減らしておこう。効かない。攻撃力自体はあんまり強くないけどちょっとめんどくさいね。バギとないよ。効かない。こいつ結構ヒットポイント高かったもんね。しかもいや全然効かないわ。攻撃で攻めるか。いやドラゴンキラーを買ったのはでかいな。金持ち300円も持ってる。うおーホークマン、どうしようかな。ラリホーで眠らすとこう。よしよし2体。 A が逃げ出した。まあ賢明だな。命を粗末にするものではない。ま眠ってる敵に一方的に攻撃してる俺が言うのもなんだけど、一応ねあの下画面に地図があるんでその地図を見ながら行くと早いかな。あれここ祠？何の祠だこれ。あこれここに出てくるんだ。これ多分さっきの祠だよね。さっきのっていうかさ前回になるんだけど、でここにそう世界樹の葉があるんで持っておきましょう。これで死んでもなんとかなるね。であとはまずはねやっぱりね金の鍵をゲットしないといけないんで、まあ、船でねだいぶ行ける街が増えたんでここに行きましょう。漁師町ザハンにようこそ。今男たちは漁に出ていって留守でございますわと。春になればルーク、私の恋人ルークが漁から帰ってくるんです。ああルーク、男たちが漁に出ている間女たちも結構忙しいんだよ。可愛い子供たちの世話もあるしね。あのね海のどこかにサンゴに囲まれた洞窟があるんだって。その洞窟に入るには月のかけらがいるっておばあちゃんが言ってた。おばあちゃんなんでそんなこと知ってんの。僕大きくなったらお父さんみたいな立派な漁師になるんだい。漁師か、大変そうだけどね。私はタシスンの妻、夫はとても動物好きで特に犬が大好きでした。でも3年前の海の漁で夫は帰らぬ人と。今あんなことが再び起きぬように皆が無事に戻ってこられるようお祈りしていたところですわ。海のモンスターだいぶ強いよ俺結構苦戦してるからねこのレベルでも。月のかけらが星空を照らすとき海の水が満ちる、この町に古くから伝わる言い伝えですわと。うわーんあそこの犬が吠えて袖を引っ張るんだよ怖いよ。うわーん道具屋。あー魔除けの鈴か。どうする3個買えるねこれ全員分買おっか。もう魔除けの鈴ぴったりですよって言われてもあんまり嬉しくないんだけどで下っ端とよし、これで多少はマシになるかな。でこいつはあれかな、セーブしてくれる人かな。ここは女ばかりの町じゃ。実に牢屋の鍵は持ってない。実はこの町の男たちの船が魔物に襲われ海の藻くずに。私はそのことを知らせに来たんですが狼を私にはとても言えない。そりゃ言えないよね。ワンワンワンと金の鍵、オッケー。これでだいぶいろんなところに行けますね。まずは宝箱あさりをしますか。やっぱりねドラクエってさ新しい鍵を手に入れるとさこういろんな街にある
鍵を開けられるんで、それが結構楽しいですよね。まずローレシアで、そういえば銀の鍵でこっち行けるんだけど、牢屋の鍵がねまだないからね。そんなことより下の宝箱よ、これを取りましょう。この部屋に入ってくるとは何やつだ、己盗め覚悟。いやいや、ミックス王子様でしたか、こりゃとんだ失礼よ。ここの宝は俺がもらっていく、有効活用させてもらうぞ。1300円、薬草、力の種、怒涛の印、こんなとこにあったか。不思議な木の実って、この宝箱最初によこせよマジで。なんで50円と銅の剣とかさ、ひどすぎないか。本当にさ、旅立たせる気持ちがないよね。リリザって何かあったっけ、一応見てみるか。ルーラーでいけるし、そうルーラーもね、これオリジナル版のルーラーってセーブポイントにしか行けないんですよ、てか選べないんですよ。最後にセーブを取った街に飛ぶっていう、それがルーラーの役目だったんで、今回もね選べるっていうのがすごいっすよね。これは、あ、福引きとかいいわ。あと上なんかあったっけ、特にない。この街はこれだけかな、そうすると。で、サマルトリアも金の鍵があったはずなんで、で牢屋はまだ入れないから、ここだ、ここ。よくぞ来た、ロトの血を引きし者たちよ。さあ宝箱を開け、その中のものを取るがよい。ロトの盾、下っ端が手に入れてもしょうがないけどね。もう毒消しとかいいわ、捨てよう。キメラの翼も2つはいらんわな。でロトの盾はさすがに、あ、そもそもミックスしか装備できないじゃん。であとはムーンペタなんかあったっけ。とりあえず行くだけ行こう。いや、ロトの盾が手に入ってるのはでかいね。どんだけ変わるんだ。そういえばもうそのまま装備しちゃったけどさ、あ、めちゃくちゃ上がるわ。で、あ、ここがあるね。で、向こう側に行けるのかな。これは開けられない。やっぱ牢屋の鍵を手に入れたらまたいろいろ漁りに来ないとね。で、こっち行けねえんだけど。大きな海のどこかに精霊の祠があるそうじゃ。5つの紋章を手に入れた者はそこで精霊を呼び出すことができるという。もっともこの言い伝えがどこまで本当なのか、それは誰も知らんがの、まあ、情報だけか。ルプガナは何かあった？特にないかな。特になさそうだね。左側も変なパフパフお姉ちゃんがいるだけだったから、こっから入ってきたのかな、あのモンスター。城壁が破られている、大丈夫か、埋めなくて。ウォールマリアが破られた感じだね、これは。じゃあラダトームに行きましょう。ラダトームはあの武器屋の上とかあったんで。あ、そういえばサマルトリア、あれだね、王様の部屋も鍵かかってたね。ちょっと後で見に行くか。これ開けて、おお、あなた方は勇者ロトの血を引く方々ですな。しかし我が王はハーゴンを恐れるあまりどこかにお隠れになりました。情けないことです。特になんもない。王様の部屋すげえ小さくなってんな。税金の無駄遣いっていうことが分かったのかな。で、ここ開けて、こんなところまで来るとは仕方のないやつだな。そうじゃ、お主らにこの命の紋章をやろう。それをやるからもう行くのじゃ。何、わしの正体じゃと。わしはただの武器屋の隠居じゃよ。カッカッカ、それだけかい。ちょっともう一回サマルトリアに行きましょう。で、王様の部屋ってなんかあったかな。こっちの方で階段を上って、ありゃ、手下王子失礼しました。あ、なんもねえわ。ここで寝てるのか。っていうかさ、これ多分さ、
あの手下王子と妹のベッドだよね。こいつら何廊下で寝てんのかわいそすぎでしょ。仮にもさ、王子様よ、王子様部屋で寝れないんだ。貧しい国なんだな、きっとサマルトリアって。で、ザハンがさっき言ったところでだいぶ空いてるね。ちょっと一回ザハンに行こう。でそこからまたちょっと船で世界を見て回ろう。まあ、船が入るとね、一気に行動範囲が広くなるんで、もう基本的にあとは行ってないところに行くっていう。まあ、金の鍵も手に入ったし、ほら OK。 で今の目的はあれですね、あの紋章を集めること。手下20レベル、5つの紋章を集めようと言ってるんで、ホークマンとね、ウミウシが強いんだよね。お前は寝てろ、とりあえず効かない。もうちょっとな、ラリフォーの成功率が高ければ。うお、下っ端とかすんげえダメージ食らうな。とりあえず寝てろ。おお、寝た。こんなのさ、ホークマンとかしかも飛んでるじゃん。城壁とか関係ないよね。レベルアップ、これは下っ端かな。そうすると違ったー、ミックスあんまり上がらないね。もう本当に、でまあ海をひたすら突き進んで、ちょっと待って、ウミウシを倒して、タホドラキーはギラーで倒そう。甘い息、甘い息とさ、ラリフォーって別扱いかな。倒せないか。あ、逃げてった。ウミウシって結構逃げるね。で、こっちの方に大陸があって町があると。みんな私だけを残してどこかに行ってしまった。ウエン寂しいよ。キャインキャイン目の前の扉はもうどうにもできないのかね。ようこそペルポイの町に。ここはロンダルキア麓の南、ハーゴンの呪いが降りかかるよう町を地下に作ったのです。あの男には内緒で作ったのかあいつなんでハブられてんだ。あ、光の剣とかある。16000、ミンクのコートとか異常だな。65000円とか高すぎでしょ。鉄兜でさえ買えないかな今。こいつはテパの村に、これ何、羽衣作りの名人ドン・モハメが住んでいるそうじゃ。わしも一つ作ってもらいたいもんじゃのうと。タンスには何にもない。こいつは道具屋。あ、はてなはてなはてななってるおっと旦那、誰から聞きました。これはちょいと値が張りますよ。いいですか。はい、ではお売りしましょう。え、いくらはい、どうぞ。うお、2000円くらい奪われたな。で、牢屋の鍵ですね。で、これちなみにファミコン版だとね、そもそもね、ハテナハテナハテナじゃなくてね、空欄になってるんですよ。で、まあ、それにカーソルを当てるっていうような。オタクも牢屋の鍵を買いに来たのかい。もう持ってるよーん。俺もよ、この街で売ってるって聞いたんだが、飛んだデマだったような。ナッチ、誰から聞いたんだこの道具屋は特に何にもないと。預かり状。そりゃ、種ってどうしたっけ。ハーゴンはまやかしの術が得意と聞く。もし、大地の精霊ルビスの守りがあればまやかしを打ち破れようぞと。預けるもん預けよう。金は無理だから。あ、引き出すじゃなくて、これすぐ間違えるんだよね。鋼の盾は売るか。ドトの印、あ、そっか、あそこのやつにドトの印を見せないとね。で、ドトの兜が手に入るね。あれは多分ドトの兜だよね、見た感じ。金じゃなくて預けるで道具で、下っ端の不思議な木の実と。不思議な木の実はあれだね、下っ端に使っていいね。で、こいつは福引き所か。で、チャリンチャリンと開けて、あら、ボーイさん、ちょうどよかったわ。お風呂はどこかしら。あ、ここはあれか、宿屋か。なんてホテルなのって。別にホテルじゃないでしょ。
しかも宿とはいえ、そういや風呂がないってすごいよね。ここのさ噴水にでも使ってろやって。すやすや、私は見た。町の北西ロンダルキアの麓で岩山が割れるのを。あれは悪魔のなせる技、オオカミよ。誰が開けたんだろう。モンスターが入っていったのかな。僕の名はルーク。しかしそれ以外思い出せないのです。気がついたらこの町の近くの海岸に倒れていて、神父様に助けられたのです。ああ、一体僕はどこから来たんだろう。一応つながってるんだ、ルーク。私はラゴスという盗っ人を牢獄に入れておいた。しかしラゴスは逃げ出してしまったのだ。一体どこからどうやって。うむ、不思議だ。チャリーンと開けて、大神官ハーゴン様はロンダルキアの山々に邪神の像を持つ者だけがロンダルキアへの道を開くことができるのじゃ。ファッファッファ、こいつはハーゴン派なんだ。あれ、どっかいたよね。よし、あは、見つかっちゃった。僕が噂のラゴスってなんやねん。誰も噂してねえよ。水門の鍵を返すからもう許してね。ごめんね。お前さ、盗んだものをさ返せば許されるっていうさ、そんなわけないでしょ。お金盗んでおいてさ、お金返すからじゃあ許してって、それで許されるほどね、世の中甘くないよ。まあ別にそのまま行くんだけど、でついでにね、もう牢屋の鍵も手に入れちゃったんで、どうしようかな。ローレシアに行きますか。じゃあローレシアの牢獄で、ちょっと牢獄のところにね、悪魔神官がいるんですけど、結構強かった気がするんで。なんかあったね。お父上や城の者たちは残念だったねと。父親代わりじゃと。マジロリコンだなこの王様。しれっと言ってるけどさ、一応記録をしておいて、牢屋に向かいましょう。イオナズンをね唱えてくるんで、食らったら多分即死だな。戦うだけ戦いますか。しかもさ、バリアありか。おい、牢屋の鍵は持ってるか。いいえ。ちっ、さっさと行きやがれ。俺にそんな口を聞いていいのか。一応開けてみる。うひょー、ありがてえ。牢を開けてくれた俺にいいことを教えてやろう。ラダトーム城の王様が命の紋章を持ってらして、もう知ってるよ。まあ2歩だったら大丈夫だよね。ちょっとよし、これでまずは回復をしよう。99、さらに下っ端も回復させるか。あれ、足元素早さのため、先にこれ。ほほほ、私をここから出してくれるのですか。ありがたいことです。あなたたちの亡骸をハーゴン様への手土産にしてあげましょう。悪魔神官、おお、強そうだ。マホトーンとかいいんじゃない。ルカナン、あー、ラリホとか寝るのかな。何、ルカナンを使ってきたか。あんな鉄球で殴られたら絶対死ぬよね。寝ない。マホトーン効かない、マジか。下っ端はじゃあルカナンにしとく。いいね、ルカナンを使ってきてくれる分にはダメージ食らわないからね。こっちは敵一体だったらなんとかなるだろう。いや強い、普通に強いぞこいつ。バギーでちょっとでもダメージ与えよう。イオナズン来た。5波55、63、47、このターンで倒せないと終わる。ミックス、お前のドラゴンキラー。よーし、いやーマジで危ないわ。悪魔神官は宝箱を落としていった。宝箱を開けた。イカズチの杖、やったぜ。これはバリアに入ると死ぬな。というわけで、まずはイカズチの杖、これを、いや全員装備できるんだ。ほうほうほう、ドラゴンキラーよりはさすがに弱いけど、ロトの剣よりは強いんだね。下っ端に装備させる意味があるかな。でも雷の杖はどういう効果だったっけ。まあ、とりあえず装備をしておくか。よしよしよし、攻撃力いくつになった。56か、結構上がったね。こっちは死にそうだけど、いやでもね、リレミトとか。ここ違うんだ、ルーラか。
じゃあとりあえずローレシアに行くか。頭はぶつけないね。で宿屋に泊まって、終わりにしますか今回は。いやイオナズ2発食らってたら確実に全滅してたね。最初のルカナン2回っていうのがかなり運が良かったな。いきなりイオナズンを唱えられてたらかなりピンチだった。おおロリコン王様、悪魔神官はこの俺がぶっ倒したよ。というところで、牢屋の鍵もね手に入れましたので、次回はまたちょっと牢屋あさりをしていこうと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。